ラリー・ユージーン・アンダーセンは、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド出身の、元プロ野球選手。ウトウミギウチ。1971年の MLB ドラフト7巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。1975年9月5日の、デトロイト・タイガース戦で、メジャーデビュー。その後、シアトル・マリナーズ、フィラデルフィア・フィリーズに在籍し、 1981年からリリーフとしてメジャーに定着する。1986年途中にヒューストンアストロズへ移籍後は特に目覚ましい活躍を見せており、2年目の1987年には67試合に登板して自己最多の急勝。1989年と1990年は両年とも50試合以上に登板で防御率1点台と、 安定した成績を残した。1990年8月31日、トレードによって、ボストンレッドソックスへ移籍した。アンダーセンは移籍後15試合に登板して、防御率1.23と高騰した。この時の交換相手が後に、アストロズの顔となり、アメリカ野球伝堂入りも果たす、ボストン出身のレッドソックスファンだった、ジェフ・バグウェルだった。トレードから数年後、 移籍先で、バグウェルはリーグを代表する強打者になった一方で、アンダーセンはこのシーズン終了後に退団し、バグウェルとポジションが被っていたプロスペクトが、猛ー,ーンを除いての気並み低調だったことから、レッドソックスファンの間では、ベイブルース放出以来の悲劇とも言われた。その後、サンディエゴパドレスを経て1993年に、フルスノフィリーズへ復帰した。 40歳となったこの年は64試合に登板して防御率2.92と高騰しチームのワールドシリーズ進出に貢献した。翌1994年がメジャーでの最後のシーズンとなった。1995年は投手コーチ兼任でフィリーズ参加の AA 級レディングフィリーズでプレーし5試合に登板した。1996年から2年間は フィリーズ参加のトリプル A 級、スクラントンウィルクスバリレッドバロンズで投資コーチを務めた。1998年からはフィリーズ戦の解説者となった。メジャー有数と評判のスライダーが武器である。ありがとうございます。